にかく1歩目の足はつま先を相手の方に向けて、もっともっとかかとに軽くするとダメなんで、足で膝の裏で投げ払う。試合の時も応援に言わないように。
げない。もっと下がって。下がって。下がって。スタートの問題で最後じゃなくて。なんでいきなりこうやるんだよ。必ず近づく相手に。ダメ、楽したら。いいことなんかないよ。自分の時になったらなんで無視するんだよっておかしな話だから、そのためにも最初からちゃんと向き合う。だってそれが一番できないって話じゃないの。そんなやって。でさ、受けの方はさ、大違いやるって決まってんだからさ、なんで受けに回ると足気をつけしてて、ずっと相手の人にこうやって足を開けてってやられてる。初めからもう開いてろよ。無駄無駄やってることが全て。ほれ、おめえやれじゃねえんだよ。あ、しっかりね、準備してあげなきゃ受ける方が。そういう優しさがないんだよね。いいんだよ、人に迷惑かけないじゃない。人に迷惑かけてれば、自分が迷惑かけられたら優しくしてやるんだよ。そういう気持ちがなさすぎんだよ。